イメージって怖いよね。やっぱりその、俺の中にあるアメリカがさ。そうですね、そのままじゃまさに。斉藤さんとさ、よく、だから、国防の潔いのところから、斉藤さんがトランプになった時不安になったよ、つって、なんかちゃんとアメリカの属国やってっか、みたいなこと言ってて、で、俺はなんか、いや、もう、進軍するなら進軍してきて、俺はなんか、両手を地面について、ひれ伏して、もう捕虜になりますみたいな話をしてたじゃん。それの、すごい、ちゃんとした、ちゃんと学術的に喋るんだ。学術的にまさに話してるやつがあって まさに俺たちが言ってるのは多分日米地位協定の話なんだよ、多分。あ、俺たちは日米地位協定の話をしてたんです日米か？地位協定の話を すっごいカジュアルにしたってことが分かったんだけど。あの時の潔いは日米地位協定の話をしてたの、俺は。そう。で、さっき言った伊勢崎さんの話だと、日本ってさ、山本太郎もこれよく言ってるわな。その、米軍が自由に、パスポートもなしく行き来できるし、日本の法律は治外法権だし、もうアメリカ軍がもう自由に何でもできる。だから、伊勢崎も言ってた、属国だって、日本。俺も思ってたけど、そう、もう日本に主権なんてねえよ、みたいな感じで。だから、斉藤さんが、なんか、いや、だから刺身食える食えない話したじゃん。その時に俺が、アメリカ属国だから食えないよっつったら、最初なんか、いや、いろいろあった時代ですかとか言って、いろいろあった時代ですかっていうのは、もう通用しないって伊勢崎さんが言ってて、通用しないそう、の？俺のそういう通用しのは。ない。だって、属国なんだもんっつって。でも、そう、今、そういう実感ないでしょ、だって。もうそんな無理だっつってて、ね。で、なぜかっていうとね、そんな国、一個もないんだって。自由にアメリカができる。軍が自由にできる国なんて、みんな NATO の軍、アメリカの兵隊が行っても、まあ置くんだって、置くけど、絶対に自由にさせないんだって。俺たちの法律で悪いことしたら裁くよって。やばいね、日お本。前らに自由なんてないよって。同等だよって。でもね、米軍が日本でやっぱ悪いことして事故起こすと、それなりにさ、そんなに、なんつうの、極悪非道じゃないじゃない、あいつら。よく分かんない。でも、レイプとかいろいろ分かんない。本当あるじゃん。なんか高速道路とかで米軍のやつ見るんだよ、よく。こいつちゃんとしてるよ。それでは、いや、一応ルールは守るでしょ。そう、だからさ、そこ、やっぱそういう気持ちあるじゃん、やっぱそういう。いや、そうだけど、もう本当に、だから最悪、なんていうの、そういう人間としてマジで腐ってるって話とかじゃなくて、その本当に何か起きた有事の時には、全く日本には関与させないよっていうのは、他の国にはありえないんだって。まず、そんな自由にさせないんだ。だから日本からすればさ、本当に特別扱いをしてるんだから、ねえ、お刺身、分かりますよね、みたいな。お刺身わかりません そんな、だからね、今言った通り、本当特別扱いしてるわけですよ、日本っていう国は。なんだってアメリカですよ、日本は。もうアメリカなんですよ、私たちも。アメリカなんです、アメリカなん。と思ってるよ、だから。それはだから、認識は俺そう思ってるよ、だから。で、サマーズなんかそうじゃん、だったら完全に。所さんとか。アメリカ人だね。あれは感覚がそうじゃん。ずっともう、ずっとハワイじゃん。ハワイやらカリフォルニアやら。そうそう、なんかそういう、ずっとそんなじゃん、なんか。で、それを見る視聴者は違和感ないわけじゃん。アメリカにかぶれてねってやつあんまいないわけじゃん。もいないね。う普通にもう、ものすごく受け入れてんだよ、うちらは。なんだってもうずっと。アメリカの自由に使える。ただ基地なの。だから俺たちね、基地に住んでるの。まあでもそう。でも俺もね、でも本当にね、あの時、中学生かな、の時に、やっぱり安心した気持ちがすごいあんの。北朝鮮って国がミサイルを撃ってるっていう時に、すごい不安なのよね。その時に、アメリカとかのそのミサイル構想とかいろいろ見て、ああ、よかったと思うわけ。もう救われてんのよ。心の中では俺もアメリカに救われてんのよ。そっか。すでに。不安だった時に、ああ、でもアメリカがついてるわって、やっぱ。だから、当然、あいつらも撃ってこねえし、みたいな。で、俺はそれは嫌なんだよねっていう、これ思春期の頃からさ、アメリカのそういう。春季の頃は多分自然に恩恵を受けてたんじゃない。安心してたでしょ。安心はした。アメリカのおかげで、ああ、もう安心だとは思ってなかった。同じで思ってたよ、俺。すごい、すごい、その時からこう意識高かったね、政治の。怖いじゃん。
俺多分そんなもう空想だと思って、そんなことより校庭で遊ぶことって簡単ないです。不安にすら多分思ってないです。不安でリアリティ持って考えてたんだよ、きっと。そうで、あ、でもアメリカがいてよかったってやっぱすげえ思ったもん。それを良しとするか、そんなんじゃいかんと思うかっていう。